月式でーす。はい、ということで皆さん本日は2月29日ということで、まあ何、うるう年ってやつなんですかね。あんまりない日なんですけれども、29日なので今日は肉の日ということで、一人焼肉をしたいと思いまーす。イエーイ。一人焼肉初めてすんだけど、あのさ、外で一人焼肉あるよ。ただ自分家で一人焼肉ってやったことなくてさ、見てこの一人用のホットプレートがあんの。超良くない？これ。紙じゃない？ちょっとこの一人用のね、ホットプレートを用意したので、これでね、焼肉をしながら食べていきたいと思います。でね、肉は僕言うてそんなに食がね、たくさん食べれるわけじゃないので、焼肉用のなんかもうどこの部位かわかんない。牛バラって書いてあるわ。牛バラと、あとシシトウと、あとね、もう全然タンとかが売ってなくてさ、シャーなしのトンタン。でもまあトンタン大好きだからさ、いいんだけど。そのね、ラインナップは牛バラ、トンタン、シシトウでお送りしたいと思います。イエーイ。じゃあちょっと、で、ご飯もね、ちゃんともうすでに、よそってあります。このお茶碗はね、僕が超お気に入りのお茶碗でさ、これなんか見えないんだけど、中にウサギのね、イラストが書いてあるの。これもうお気に入りでね、僕が東京に来る時ぐらいからずっと使ってる。一回割れちゃったんだけど、同じお茶碗をね、探して、またこのお茶碗でひたすらご飯を食べ続けてます。で、まず肉をさ、パックかお肉をさ、ステーキとかをさね、フライパンで焼いて食べることはあってもさ、ホットプレート一人でさ、こうやって焼肉することがないから、ちょっとなんか斬新よね。はい、これ、豚バラ。もうね、ラスト1個だった。全然お肉がなくって、時間的な問題だったのかな？全然なくってさ。あ、ちなみに肉の日だからっつって、動画は29日にアップされてると思うんですけれども、ちょっと編集の都合上、実は本日28日です。前日の夜なんですけれども。もうね、そこは多めに見てくれ。編集は大変なんだ。当日に編集するのは結構きついもんがあるんだ。仕事もあるからね。はい、ということでこれ、トンタン。トンタン色すごいなんかさ、悪くね、まあいっか。で、今日はお酒と行きたいんですけれども、ちょっとね、ほんと数日前にさ、ね、2丁目で飲み明かしてしまってさ、もう久々にテキーラとかさ、一気したんだよね。もうそんな普段陽キャの飲み方しないからさ、久々にひたすら、もうね、夜の7時ぐらいか朝まで飲み続けて、まあ次の日二日酔いで、ちょっとまだそれがさ、若干の残りがある気がするから、ちょっと今日は焼肉、せっかくの焼肉だけど、コーラで行きたいと思います。いやでもコーラ大好き。コーラちっちゃい時はめっちゃ嫌いだったんだけど、なんでか知らんけど大人になったらめっちゃ大好きになっちゃって、もう最近は炭酸といえばコーラみたいになっちゃってる。デブー。はい、それでは、酒ではないですが、イエーイ、お疲れ様、乾杯。もう週末だからね、土曜ですよ。皆さん、一週間お疲れ様でした。やっぱコーラ最強だな、これな。じゃあまず、ホットプレート何度で温めたいの？これ初めて使うからさ、わかんないんだよね。何度よ？ 150 度？ 200 度までいけるっぽいんだけど。200にしとく？とりあえず。わかんねえから。ちゃんと牛脂がありますんで。で、こっちをお肉用のお箸にしようかな。お肉用のお箸と。って言って、やっぱタンから焼くべき？タン結構でも量あるから、これ食ってたらお腹いっぱいになりそうだけどね。あとちゃんとね、レモン汁と焼肉のタレもありますんで。準備していこう。え、すごい音してる。え、もう急にすごい音してんだけど大丈夫？不安がすごいよ、不安が。タレの準備もしていくか。さあ、僕普段料理全然しないからさ、大丈夫かな？ちなみに皆さんは今週一週間を、あ、煙出てる、煙出てる。ちょっと待って待って。何の煙よ、これ。今週一週間はどんな一週間でしたか？僕はね、何してたかな、まあ、仕事はしてたんだけど、あ、そうね、デレラジから始まった一週間だったね。まあでもやっぱもうインパクトはすべて、二丁目のテキーラ一気二日酔いに持ってかれたけど、え、牛脂ってこんなすぐ溶けんの？え、すごくない？嘘。ちょっとこのアングルのさ、見にくいかな。え、油、すご。もう温まってんのこれ。温まってるくせえな。じゃあやっぱタンから焼いていくか。全然ジューって言わねえ。もうなんなら上がりそうな勢いで油すごいんだけど。全然ジューって言わんやん。いやでもさ、やっぱ2丁目楽しいんだよ。2丁目楽しいんだけどさ、女の子のお店あんま行かないんだよね、僕。基本ミックスバーとか観光バーみたいに。
あ、いい音してきた。ちゃんとお箸はね、2本あるから。この肉焼く用の箸と食べる用の箸でご安心ください。あ、めっちゃいい音するじゃん。焼肉じゃん、こんなん。焼肉なんだけどさ。どのぐらい焼いたらいいんかね。焼き加減がわからん。あと、ししとう焼いとこ。ししとうは時間かかるっしょ、これ。ししとうはもう大好きだから、5本ぐらい一気に入れとこう。やばい、この音聞こえるかな？めっちゃいい音してんだけど。マジこの動画、ちなみにマジでガチで僕がただひたすら夕飯を食うだけの動画なんで、別に何か深い話をするとか、語り動画として、カウントしないものなので、マジでただ飯を食う動画。でもね、なんか定期的に、こういう飯食い動画を上げようかなとは思ってるんですけど、せっかくホットプレートを手に入れたからさ、めっちゃ油跳ねるやん。これちょっと温度下げる。今度は一人お好み焼きとかやってみたいんだけどさ、ひっくり返せる気しないよね。やばい、超うまそう。ししとう結構火通るの早くない？ししとうとか自分でさ、こうやってさ、焼くの初めてだからさ、食べ時がわかんないんだけど、意外ともう皮むけてるよ、ししとう。本タンはいけるかな？本タンいける？熱い！あー、焦げてきてる。いけるんちゃう？これもういけるやろ。いけるべ。いただきます。あ、これいただきますけど箸じゃない、こっち。あ、いただきます。うん、うまっ。これはうめえわ、間違いねえな。塩コショウすべきだったな、これ。でも塩コショウが足りないけど、でもうめえぞ。ししとうの食い時がマジでわからん。どうなったらししとうって食えんの、誰か教えてくれよ。無謀だったか、これ。一人焼肉。やばいやばい、油が尋常じゃない、跳ねてる。ししとうが、ししとうがやばい。ししとうのパワーがすげえんだ。あ、ししとうのパワー急になくなったんだけど。なになに、怖っ。じゃんじゃん、トン焼いてこ。トン。でもさ、前にさ、プチ贅沢動画のさ、あれをあげてたんだけどさ、これが今週の僕のプチ贅沢だね、間違いなく。ちょっと待って、一人けんじゃない？いただきます。うん、うまっ。実装バカみたいにうめえな。やべえぞこれ。実装これいっぱいあるから一口でいくわ。もったいないくって今半分にしたけど、一口でいくわ。実装なんか思いのほか実装焼けんの早い。今びっくりしてるわ。しなしなちゃんになってきたわ。しなしなちゃんに。でもみんな結構さ、実装嫌いな人多いよね、意外と。そう、タネラのレンジに実装のあれつくんじゃねって思うんだけど。みんなの夕飯は何でしたか、今日は。土曜日だから、まあ会社の飲み会とかって人はあんまりいないかな。もうさ、僕のこの焼肉とかさ、焼肉奉行の人に見られたらさ、めっちゃキレられんだろうなって思うけど、もう一人焼肉だからいいよね。マジクソうめえ。でもやっぱ塩コショウは必要だったかもしれんわ。ちなみにさ、僕のこのね、いつも YouTube を撮ってる部屋、 YouTube 撮影部屋兼配信部屋として使ってるんですよ。ゲーム配信する部屋として。さらにそれ兼衣装部屋でさ、僕のクローゼットがあって、だいたい僕の服の9割がこの部屋にあるんだけど、やばいよね、その部屋で焼肉をするっていうこのやばさ。わかる？匂いがさ、絶対やばいじゃん。まあ、ファブリーズすればいいか。油がすげえ、マジ。ぶっちゃけさ、家でこんだけうまい肉食えんだったら、外で焼肉食わんくてもいいよなって思っちゃうよね。全然家でさ、こういう安い肉買ってきて食ってんのでも満足なんだけど。ちなみに今僕が食べてるトンタンはさ、うん、1パック198円だな。めっちゃ安くない？それが10枚以上入ってるから、マジで安いよ。
じゃあほんで次、じゃあちょっとタンで腹いっぱいになっちゃいそうだから、なんだったっけ、牛バラ、こっち焼いていきたいと思います。で暑すぎたからもうエアコンつけたわ。そう、あと塩コショウね、あったから発掘しました。シシトウにかけようと思って。え、待って、クソ分厚いんだけどこの肉、やばい。うわ、音やばくない？これ食えるかな僕、こんなに朝食だからさ、言うて。シシトウもいっぱい焼いとこう。あとタンもさ、サムネ撮ってないからさ、サムネ撮ろうぜ、今この間に。ちょっとみんなから見やすいところで動画の撮っとく。見てー、これやばいっしょ。こんなん絶対うまいやん。こんなん絶対うまいやん。サムネ撮ろう、サムネ。サムネ。マジ、サムネ大事よ。コーラ、コーラ落とす。いや、こっちのみ、これ入れたいの。こっちのみ入れたいわ。あ、これ絶対焦げてきてる、急げ。あ、でもいい焼き色、いい焼き色。ちょっとね、焼きすぎたか否めないけど。あ、シシトウがさ、シシトウがさ、これ本来穴開けるやつなんですよ、本当はシシトウって。だからこんなさ、バチバチしてんでしょ。やばいやばいやばい、これ豚が必要だったかな。シシトウが暴れてるな。塩コショウしよう。あ、ちょ、これ明らかかけすぎたわ今。もう知らん、もう知らんぞ。もう何でもいい。あ、タレをね、肉肉のタレを。でもこの肉分厚いからどこまで火通したらいいんだ。うわー、やばい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 。こんな一人焼肉楽しんどい人僕ぐらいやと思うわ。ちょっとさ、あのさ、単成にした方がいいんちゃうかな、このシシトウとさ、肉の位置を、位置をさ、完成でいこう。せっかくやからこのね、分厚い方の肉いこうか。絶対熱いやん、こんなん。猫舌やぞ、わいい。いただきまーす。これは牛なんとか。うん、柔らかっ。え、ちょっとスーパーの肉だからあんまり期待しなかったんだけど。うまっ。あ、シシトウうめえわ。シシトウうめえって言ってね。マジうまい。ちなみにこのね、でかい方の赤身の肉は、これ1パックで900何本で、そこそこいい肉だったのよ。まあ国産だし、こんだけ分厚ければそうかなって感じはするけど。にしてもやらけえ、想像以上。見てこの焦げついたシシトウ。うん、今冷房22度にしてるからさ、くっそ寒い。でもうまい。正直でもこの肉の量僕一人じゃ食い切れないわ。ちょっと多かったな。もうだってこの肉とかさ、何一切れで分厚いしでかいからさ、満足度がすごくて、今の一切れで割と胃袋持ってかれてるよ。猫が暴れてるし、食べたいのかな、喧嘩してんのかな。うまい。しかし焼肉もうまいんだけど、改めてこのシシトウのうまさに気づかされたね。マジでうまいわ。この余ったお肉は全部焼いといて、で、取っといたら食べれるっしょ、焼いとけば。肉はもういらんけど、シシトウ食いてえから、シシトウだけ焼いとこう。昔からさ、あれだったんだよね。ピーマンとかさ、ちっちゃい子って嫌いな人多いけどさ、僕昔からこういう苦い食べ物大好きだったんだよね、珍しく。本当にシシトウうめえ。
ちょっとかけすぎだろマジで。いやーこれいくらだ、実質トンタンが198円だから、まあ200円だとして、このね牛バラがまあ900円ぐらいでしょ、だから1100円で、ししとうなんぼやったかな、まあでも200円ぐらいいっちゃうかな。いや2000円いかずでこのだけの満足度はすごいね。もう今度から全然家で焼肉するわ。ちょっとお酒が飲めないのが残念ですけど、二日酔い引きずってるからね。いやでもホットプレートあったら本当に何でもできるからさ、いいよね。これでさ、僕がさ、今ね、ソファーを買おうと思ってるの、リビングに。ダイニングテーブル置いて。そしたらさ、人呼べるじゃん、一応。ちょっとこのホットプレートちっちゃいかもしんないけど、お好み焼きとかさ、焼肉とかできたらいいよねっていう夢。あとね、このホットプレートセットですき焼き鍋っぽいのもついてたから、今度一人すき焼きやろうかなって思う。絶対最高やん、そんなん。急に来たな、シシト。あでも今チャンネル登録者数がありがたいことに6万6000人とか7000人ぐらいで、もうすぐ7万人ってめっちゃ嬉しい。本当に皆さんがね、最近ほんとたくさんの方に見ていただけるからね、めっちゃやる気がね上がってる。前まではあのね、月水金マストで動画上げようみたいな感じでずっとやってたんだけど、最近っていうか先週ぐらいからかな、まあ、今週か、はい、この1週間前ぐらいからあのね、2日に一遍ペースで維持してみようかなって更新を思い始めて、今ちょっとそれトライしてます。もしかしたらね、本当に忙しすぎて動画編集間に合わないとかがあるから、そういう時はちょっとね1日遅れちゃったりするかもしれないけど、基本的には2日に一遍更新を目標に頑張ろうかなって思ってます。あー縮んでった、こいつ縮んでないな。あ縮んだ、縮んだら食べ頃。もうあとは焼肉、肉焼かないで僕このししとうだけひたすら食おうと思います。これ絶対タレにつけても合うよね。今までずっと酢のまま食ってたけど、タレバージョンししとういただきます。うん、マジうまいんだけど。今年のね1個の目標はね、ちょっとリア充になりたくて。別にリア充何をリア充とするのかわかんない。今も十分目的はリア充なんだけど、ちょっとアクティブになりたくて、今年の夏の目標はバーベキューをしたい。でも昼間じゃなくて、日焼けできないから夜ね、深夜のバーベキュー大会したいです。以上。あっかっあっかっ、カバが完食。うまかったな。はい、というわけで本日は2月29日肉の日ということで、一人焼肉してみました。いやね、想像以上に満足度がすごい。めっちゃお腹いっぱいだし、まだ肉それぞれ半分ぐらいずつ残ってんだけど、めっちゃお腹いっぱいだし、あとやっぱししとう梅に尽きる。本当に美味しかった。いやこれがね、いつかこの一人ぼっち飯じゃなくて誰かゲスト呼び飯になる日がね来るといいんですけど、まあ当分はぼっち飯だろうなって思います。だこんな感じでね、なんか週末プチ贅沢デーとしてこうやってね、ただ飯を食うだけの動画をね撮っていこうかなと思いますのでね、ぜひ皆さんもご飯を食べながらとか、まあ、お酒を飲みながらダラダラとね、一緒に週末を過ごしていただけたら嬉しいなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、良い週末を。